何言うとんねん。めっちゃ風邪ひいたな。やばい。めっちゃ鼻声やん。こんにちは、まえこちゃんです。プレティーということで、今寝起き5秒で撮ってるんですけど、正月、実家とか帰ったら太るじゃないですか。っていうのではもう、実家にも帰らず、東京で一人で、ね、特に爆食いもせずね、正月我慢して乗り切ったんですよ。そのツケが回ってきましたね。体重10キロくらい増えました。見てもらったらわかる通り、激太りしてるんですね。正月あたりのじゃあ写真ちょっと今載せましょう。バン。この時病的に痩せてるんで、ちょっと太った方がいいって言われたっていうのもあって、最近ちょっと結構リミッター外して食べまくってたんですよ。ちょ、聞いてこれ。昨日、普通に友達と遊んだんですよ。僕友達と遊ぶ時だけはガチで食べまくるんですけど、昨日何食べたかっていうと、もう昼に焼肉丼、唐揚げ10個、スタバの新作フラペチーノからのその後、ラーメン3玉食べて、タピオカ飲んで。で、そこで友達と解散したんですよ。で、解散した後からが、本番なんですけど、爆食モード入っちゃって、ちょっとマジでリアルなんですけど、めっちゃ汚いよ。刺身食べて、なんかバナナ食べて、あとマカロン4つ食べて、冷凍庫に食パン僕めっちゃ余ってるんですよ。余ってた食パン、めっちゃ厚切り、こんくらいのやつ5枚食べて、あと板チョコアイスも3つ食べました。あとクリスピークリームドーナツ4つ食べて、まあ、って感じなんですよね。6000キロカロリーくらい食べちゃいました。パンパンじゃない顔。もう、いいやって思って。ということで今日は食べ過ぎた後の調整日の一日ということでね、行っていきましょう。昨日ここで食べて、絨毯でそのまま寝ちゃったんですよ。もう風呂も入るのめんどくさくて。はい。じゃあ歯磨きます。だいたいこうやって朝支度をするときは音楽をスマホでかけながら、ね、テンションを上げながらやってます。ビビシスマジッピリピラピリピラクラップピリ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 。はい、ということでこんな感じで次は散歩に出かけてます。散歩するときはね、いつもノリノリで音楽聴きながらテンション上げながら歩いちゃってます。で、これいつも何聴いてるかって、散歩中これ何聴いてるかって、ミュー ASMR 聴いてます。はい、いつもミュー ASMR 聴きながら散歩してます。これね、これたまにテンション上がると前転しちゃうんですけど、この時ちょうど背中の部分に小石があって、めちゃくちゃ痛かったです。散歩から帰ってきました。拍手で、今から朝ごはんです。朝昼晩大体全部同じで、サラダチキンとバナナとサラダみたいな。で、最近筋トレ結構毎日やってるんで、タンパク質は大体 120g くらい取ってます。で、バナナはまあむくみを取るためっすね。パンパンにこうやって僕むくんじゃうんで、炭水化物はバナナで。これで朝飯食べます。朝ごはん食べたら9時20分くらいですね。で、こっから編集します。で、10時半くらいまで編集したらそこから筋トレ行くって感じですね。編集一旦休憩に入っちゃうと、だらだらなんかまたスマホとかいじり始めてめっちゃ時間かかっちゃうんで、もうノンストップで大体やります。はい。で、しかも明後日ちょっと予定がまたあって爆食いする。編集も撮影もできないんで、マジで急がないといけないんですよ、本当に。どうも、個人チャンネル老修会へようこそ。フィッシャーの修学です。本日の動画はですね、8時の動画をね結構出してって言われるんですけどね。あ、そうそうそう、気がしてます。はい、ということで編集がキリのいいとこまで終わったんで、今からジムに行きたいと思います。ただいまの時刻11時35分ですね。朝よりむくんでない？いや、さすがにこれはわかるっしょ。なんか鼻マリオみたいじゃない？はい、ということでジムから帰ってきました。ちょ、バナナ忘れた。お前バナナねえとさすがに死ぬぞ俺。お昼ご飯、まず鶏むね肉サラダということで、卵で脂質も取らないと栄養偏っちゃうということで、卵で脂質取りつつ、まあ、サラダチキン、タンパク質取って、今炭水化物はバナナ。はい。はい。現在の時刻、13時5分ということで、お昼ご飯も食べたということで、今から、編集タイム。俺はもう無理よ、編集なんて。こんにちは。歌届く思いたいのの。もやもやきゅんきゅん。もやずこと、もやなずきです。いただきます。5時前ということで、今からちょっとマネージャーの方とミーティングをしないといけないんですよ。テレビ電話をしないといけないんで、こんな感じでね、テレビ電話でマネージャーさんと話してるんですけど、これから、ね、左手に持ってるスマホで TikTok なんか絶対見てませんから、さすがにそんなにね礼儀のないことはしませんから。さすがに大人なんでね、いい大人なんで絶対 TikTok なんか見てませんよ。はい、ということでミーティングが終わって、現在の時刻がですね5時34分ということで、ちょっと早めに終わったんでね、飯を買いに行こうかと思ってます。シャッ！うらっ！うらっ！
肋骨折れた。飯はあの買いに行くって言っても30分歩きます。飯前はいつも昼は、まあ、筋トレするんで歩かないんですけど、朝と夜ご飯の前はだいたいなんか片道15分くらいのコンビニまで行って、まあ、歩いて帰ってきて、まあ、30分くらい歩くようにしてます。コンビニで飯買ってきます。バイバーイ。はい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 、ただいまー。え、なに？え、なんか言いたいことがある。お、言えよ、お前。何？何？お前散歩してきてねえだろって？うん。大正解！ふぅー！大正解です。ミーティング中にウーバーイーツ見てたら、お腹空きすぎちゃって、ウーバーイーツ頼んじゃいました。気まずい。ミーティング中にピンポン来るもん。どうぞどうぞ出てくださいとか言われてさ、すいません、ちょっと荷物届いちゃいましたって、嘘ついたけど、ウーバーイーツが届いたんです。いやさ、お前ら聞けよ一旦。ミーティング中にさ、ウーバーイーツ見てさ、我慢できるやつ、いるって話。無理じゃん、そんな。1キロ。米1キロだって。ダイエット中なのに。いや、もうそんな罪悪感持って食べたら美味しくないから。今回、ウーバーしたお店がですね、うまい男飯、特盛がっつり食堂ということで、ダイエット中に、がっつりって単語出すな、絶対に。頼んだメニューが、ほぼ1キロ唐揚げご飯セット。なんかご飯 100g 増量ができてたんで、しっかり増量して、1キロご飯でございます。拍手で、もちろんマヨネーズもトッピングできたんで、追加しました。50円ですね。いいよな。動画やし。いただきます。おいしい。うん、醤油、生姜がっつりみたいな。ニンニクちょっと控えめですね。でマヨネーズディップしちゃってもこれ。僕これ一生共感してもらえないんですけど、唐揚げしなしな派なんですね。別にザクザクが嫌いってわけではないんですけど、唐揚げくんとか特に好きなんやけど、見た目ザクザクじゃないですか。でもちょっと時間が経ったおかげで、ちょっとしなしなになってるんですね。ちょうどいい。唐揚げとご飯の比率合ってないよね。唐揚げこの10倍はいるよ、これご飯なくするのに。もういいや、太っても。え？誰？卒業証書の筒を開けたの。1週間後には、人造人間19号になってます。人造人間19号、もしくはオーガスタスグループ、もしくはミシュランマン、なってると思うんで、よろしく。俺、来週の金曜、グッズの写真撮影あるじゃん。ちょっとご飯半分くらい食べて、唐揚げもほぼ、あと2つなんですけど、ちょっとお腹太ると、眠たくなるじゃん。ちょっと寝ていいっすか？ちょ、またここで寝ていいですか？朝と同じ場所で。これまた多分起きたら多分めっちゃ腹減ってるんで多分食うんすけど、すぐ。もう食べて寝るのが一番幸せなんよ。ちょっとお布団どこ？お布団。もうお風呂も明日の朝でいいよな。幸せな状態で寝たいもん俺。いいよな。おやすみー